はい、皆さんこんにちは。漫画家の新本慎です。アシスタントの斉藤です。よろしくお願いします。ということで今日はですね、S 君が今病気療養中で、うん、お休みなんですけども、まあそんな S 君にもやっぱ少しでも参加してもらおうということで、はい、S 君に超適当な感じでね、線っていうか絵っていうかなんだろう、何かを描いてもらいました。え、これ S 君の線なの？なんか絵なの ？S 君のそう絵か線。なんかわかんないもの。いや、やばいな。もはや謎だよね、これ。謎謎。もうね。で、今回は、この S 君が描いた絵を活かして、お互い絵を描きたいと思います。これを活かすの？そう。ということで、二つ全く同じようにこれね、二枚プリントしてきました。なので、この線はもう消せないから。無理ゲーじゃん。消せない。この S 君の描いてあるこの謎の記号を消さずに、自分の絵にうまく取り入れて、違和感なく取り入れて、最後、うわっすごいコラボだねみたいな感じになって終わりたいと思います。やばいな。エスカのインスピレーションをもらって、より我々の芸術が開花するっていう。逆にさ、まだ逆に私の絵ならまだしもさ、新本先生の画風でここできる？なんか。いや、もう現状ただのゴミでしかない、ね。そうだよ。邪魔はゴミでしかない。ね、このゴミをいかにうまく活かすかっていうのがプロのね、技だから。まあ早速やっていきますよ。レッツチキラー。じゃあ、とりあえず、どの向きで紙を使っても OK ってことにはしたいと思います。なるほど。うん。なんで、こう、自分でこう、いろいろ角度変えてみて、何も見えてこないの。ひらめくしかないんだ、これも。これ、1体にするか何体にするかとかみたいな世界でもあるよね。そう。前に、野田雅子さんのモノマネをよくやってる芸人さんとコラボして、はいはいはい。そのアイデンティティさんがよく、こうやって相方とかがこう、じゃんじゃんじゃんって適当に描いた線を、こう、ドラゴンボールの悟空にする、みたいな。めちゃくちゃ絵が上手いよ。上手いので、本当にもう、鳥山明先生の絵なんよ。ほんと私が見ても。あ、そう。それが上手くて、本当に殺してこういう適当な線をね、完全に悟空にしてた。塗りつぶすとかじゃなくて、太いペンでこうグッと塗りつぶしちゃったとかじゃなくて、ほんとスーパーサイヤ人の一部にこううまく組み込んでて、すごすぎないと思って、これが正解じゃんとか言うぐらいすごくて、そう。いやだから私もちょっとあの時はうまくできなかったから、ちょっと今回ここでもっとうまくやりたいんだよね。一個邪魔なのはない、これ。いや、そうなんだよ。でもね、逆に言えばこれだけを生かすみたいなのできても、他が全部邪魔になるんだよね。最終的にはもう S 君の線はあったかなかったかも分かんなくなってしまうぐらいが理想だとは思うんだよね。きっと見えてくるんだ。一線を引いたら奇跡の線が次の線が見えてくるはずなんだ。そういう企画だと思うんだ。分かってきたの？マジで。あ、見えてきた見えてきた。現状に私はもうサイトのそれジャガイモに。ジャガイモなんだよ。ジャガイモ描いた人めっちゃうまいよ。見えてきた見えてきたよ。これでね、奇跡の線がね。どえらい失態を犯してしまった。これもう修正テープとか使えないでしょ、もはや。修正キーを使ってますよ。修正使ってる。あ、S 君の線開けちゃダメだよ。もう最短の線とさ、S 君の線さ、白線や黒しかつかない。え、そうなんだよ。もはや両方素人だから。素人の線代表としての同じ線が。イラストを完成しました。では早速 S 君の絵を元にね、横を並べながら見ていきたいと思います。こちら斉藤さんのイラストです。はい、これはですね、おもうこれを見た時にここの地蔵が見えたんだよね。わかる？この鼻。すごくない？めえめえ、うん、で丸を描いて、うん、次なんか奇跡の線を待ったら、うん、温泉に入ってるだろう、うん、すごいよ、うん、この顔をしていたから、うん、S 君のこれにちょっとこう目をね、え、すごくない？目に使ったのこの線を付け足して、そう、うんうんうん、で、ちょっとここは鼻くそみたいになっちゃったけど、うん、いや私ね、これ難かったよ、これ。いや、これね、これをよく温泉のなんか湯気みたいにしたね、これ、うん、温泉のさ、変な線あるじゃん、ある、ある、湯気みたいな、ふわーってな、わかるわかる。で、この不安にしてこの謎のやつを掘ってやる。いや、天才でしょ。ここは天才すぎ。当てはめたんだよ。で、ここ
はちょっと S 君のアホ毛ってことにして。なるほどね。だからね、うん、温泉に使っている S 君にしたんだけれども、うんうんうん、これは私の中でね、うんうん、小さな頑張りなんだけど、うん、ちょっと先生が読みたときに、うん、やべえぞと。クオリティ全然違うぞっていう目にあったから、ちょっとみんなぜひ次先生で見てみましょう。じゃあ次私のイラストを見てください。うん、お願いします。はい、こちら私、新元のイラストです。だって何がどうだったの？うますぎん？わかりやすいとこからいくと、まずこの目、ぐるぐるのやつ。これパンダちゃんの目の中のぐるぐるの線になってます。このラリってる目になったんだ。そうで、やっぱこのね、ラリってる目だから。うまくない？理由をつけるためにしょうがないから、こう弾痕とかをつけた。だから弾痕、殴られたんだ。で、ここが私にはね、逆にとこう、顎の線の方に見えて、で、耳の中の線に見えたり一瞬。これ耳にしたの？でも、実際は書いてみたらうまく合わなくて、この線はこの耳の中の線になってるんだけど、うん、この線は位置がずれてたから、ピアスの線になってる。え、どこなのこのピアス？これね、1個目のこの、1個目の線がこのピアスの耳になってて、もう1個目はこっちのピアスの中に組み込まれてる。神じゃん。もう何もわかんないよ。だから、こいつは2連ピアスになった。この線のせいで。すごない？で、この線はもう顎からちょっと合わなかったから、顎の1本したら結局洋服の線になったの。で、はあ、あとはもうこの辺のこの残ったこの3つの線よ。はいはいはい。これなんだか私わかんないけど。どこ消えたの？まずこのフニャっていうのはもう湯気に巻き込まれた。肉まんの湯気のフニャに巻き込まれた。すごい綺麗にくっついてんね。で、もう1個これは袖のこのシワに巻き込まれた。すごいな。で、このもう一個のこれがさ、自分でもわかんないけど、多分パンダちゃんのどっかじゃないの？ここら辺なのかな？これパンダちゃんの手に巻き込まれてる。かみちゃん、これ普通に一枚イラストしてうますぎてさ、これ、なかった話だよね。エスクのこれなかった。そう、なかった。なんか、私ではまだエスクの片鱗が残ってるのよ。素材だからね。残ってない。みんな見て、こっからこれになるんだよ。こっからこれ。じゃあ最後にね、S 君が実はカメラの前に、セッティングしてくれてるから、審査員 S 君にどっちのイラストがより自分の線を活かしてるかっていうのを、決めてもらいたいと思います。はい。難しいとこだな。斎藤のもやっぱなんか俺的には好きなんだよね。うん、そう、これにも優しい。でもやっぱ下先生の方が明らかにクオリティ高い。クオリティすごいよな。ちょっと俺もびっくりしたんだよね。二人とも若干嘘だろ、俺の線がそんなみたいになったから。まあでもやっぱここは、やっぱ下先生の方が映えてるから、よしいいかな。やばそうだよな。斎藤も好きだったけどね。ありがとうございます。ありがとうございます。でもな、私こんだけ下が書き込むと思ってなかったから、これ書き終わった後に、まだ10分くらい書いてる下見て、へってなった。いや、もしね、これチャレンジしてみたい人は、これをね、線画ですね、S 君がツイッターでアップしてくれるかもしれないので、S 君のツイッターをチェックしてみてください。ぜひやってください。みんなのね、投稿を待っております。俺の線が一体どうなるの、ね、見てみて。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。では、他の動画でお会いしましょう。漫画家の下本慎と、アシスタントの斎藤でした。はい、バイバーイ。さよなら。